この夏はイチカレー,ー岡田将生さん清原果耶さん福室リオンさんああなんか私舞台挨拶久しぶりです,すごい緊張るあ私もですなんかこう映画を見終わった皆さんのお顔がなんかホカホカ ね、されているような気がしてちょっとだけ安心してます今日は最後までよろしくお願いしますどうなんですかお二人はせっかちさんですかのんびり屋さんですかそうだせ,せっかちですせっかちですれ忘れてましたそうせっかちです,ちです多,分多分私もせっかちそうなんですねじゃあ岡田さんはちょっと演技しやすかった感じですかね <laughs> あ、いやそんなこともなくて <laughs> 仕事の時は結構ゆったりしてるのでそうですねちょっとちょっとそうですねはいちょっとはい 本当に夢のように楽しい撮影でめちゃくちゃ楽しいあ家族だと思いながら本当にでも清ミケさんが本当に真摯にこのお芝居というものに取り組んでいる姿がとてもあの鮮明に覚えていて僕もそれに感化されてもっと純粋にお仕事をしようというふうに思いましたそう。私すごいなと思ったのは その撮影が始まる前に3人でまず顔合わせっていうかリハーサルをしたんですけどその時に清ミケさんが。 あの僕は初めてなので本当に迷惑かけると思いますがよろしくお願いしますってすごい丁寧なご挨拶をしていただいたんですよねでそれでじゃあいざやってみたら私が前に出たらシミケンんも前に出るんですよで私が下がったらシミケンんも下がるんですよそれって相手の呼吸をすごい感じ取ってると思ってそれはねできることではないのであさすがだなと思ってえどうした急に <laughs> なんか褒められ慣れてないので、そうやって言われちゃうとっバランス取るために変な話になっちゃうそれダメで,です、それだけはダメですでもあのシーンの後、うん、本当に楽しかったんで、監督を交えてみんなでご飯とか行ったりええー、そうなんですか、監督川、はい、田さん何食べたと思います食べたんです,ですか <laughs> 大丈夫ですかそれ言って大丈夫ですか、ご飯の話ですよはい。はい エビチチリかか、ね、ャーハン,かーハンかかはいだ食べました食べました感動しましたた感動どういうことですか <laughs> どういういこと,僕たちと同じ